123系電車は日本国有鉄道及び JR 旅客3社が手荷物、郵便輸送の廃止、縮小に伴って余剰になった荷物電車などを改造し電化ローカル線向けに投入した直流近郊系電車である。1986年から1988年にかけて投入された。基本的に国鉄の新製の電車は 電動車を2両一組にしているため、最小編成単位は2両であるが、本系列は、車両の前後両端に運転台を有した1両単位で、使用できる車両をもとに改造されており、利用者が少ないローカル線で、単行運転に当てることができる。路線によっては、2両以上を連結して運行された、こともあった。2017年4月現在では単行運転、 または1 0 5系に並結する運用のみである。形式は、雲波123型のみが存在する。国鉄により11両、JR 東海により2両の合計13両が改造されたが、改造元となった車両や改造手法の違いから、車両ごとの特徴は異なる。いずれも、車内の座席は、ロングシートとされた。 1987年の国鉄分割民営化では、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道の3社に継承されたが、2007年に JR 東海所属者が、2013年に JR 東日本所属者が、それぞれ全廃されたため2021年4月1日現在では、 JR 西日本所属の雲葉123から2から6の5両のみが車席を有する。雲に143型から改造された0番台、雲湯に147型から改造された40番台、雲や145型から改造された600番台の区分に大別される。雲葉123から1は1986年に中央本線立野支線向けとして、 雲に143から1から改造された。雲葉123から2から4の三両は、壁線向けとして1987年に雲に143から2.36から、雲葉123から5.6の二両は、半和線羽衣視線向けとして1987年に、雲に143から7.8からそれぞれ、改造された。番号も、続番となっているが、 外観は、投入線区によって、大きく異なる。雲波123から1、雲波123から1、中央本線の潮冷トンネル完成に伴い、視線化した辰の潮尻間の輸送力的成果を目的として、1986年に、国鉄長野工場で雲に143の位から、改造された車両である。松本運転所に配置され、 同年11月のダイヤ改正に合わせて使用開始された。車両愛称はミニエコーと名付けられた。走行関係の機器は種車のものを流用しており、主電動機は MT57 で自家並列制御を行う。将来のワンマン運転を考慮し、側面両端部に幅 1000mm の型回避を設けた。側面窓は幅 674mm の ユニット窓となっており、一部の窓は種車のものをそのまま流用している。ワンマン運転の設備は1990年に設置された。改造当初は冷房装置が搭載されていなかったが、1995年に集約分散式冷房装置が搭載された。改造当初は白地に緑帯の塗装であったが、 その後、ローズピンクと白色のツートーンカラーに変更されている。2013年3月のダイヤ改正で E127 系に置き換えられ、運用を終了し廃車となった。クモハ123から2から4クモハ123から4壁線向けとして、国鉄分割民営化直前の1987年に3両が改造された。 雲波123から1や40番台と同様両端2箇所に肩い避を配置しているが、側面窓の形状は上部3分の1が室内側に倒れる大型窓となった。座席はキハ54型などで採用されたバケットタイプとなっている。また、前面に排焼器が装着されている。塗装は地色が白3号で、車体下部に 青20号の帯が2本入っている。改造時に第2パンタグラフを撤去し、集中式冷房装置を取り付け、MG を70区場のものに変更している。この MG は485系などの食堂車の廃車発生品を再利用した。ジャンパ連結器は105系に合わせたものに交換された。パンタグラフは PS16、定員114名。 前面は、種車のままの非貫通構造であったが、1993年度に貫通扉が設置された。1993年に、下関運転所に転属。宇部線、小野田専用となった。検査のため下関総合車両所に入場していた、雲百123から4が濃厚一式となり、2010年5月17日に、校内試運転が行われた。 ついで、雲波123から2が2014年、雲波123から3が2015年6月に、脳を色となった。なお、雲波123から3は、雲波123から5と、同じく塗装変更時に、運賃表示器を液晶画面に換装されている。雲波123から5.6雲波123から、 極くもは123から6987年に改造された、半和線羽衣支線向けの2両は、201系と類似した2段式、側窓となっており、改造当初から前面に貫通扉が設置されている。定員は122名。2箇所に、両回避を設けたが、種車の荷物用扉の位置を踏襲したため、変則的な位置にあった。 改造時に第一パンタグラフを撤去し、改造当初から集中式冷房装置を搭載している。ラッシュ時は 103K の制御車区波103から194を並結した3両編成という得意な運用をするため、ジャンパ連結機は 103K に合わせたものに交換され、区波に冷房電源の参照交流を供給するためのジャンパ連結機も設けられた。日中は単行。 または二両で運行された。1989年にワンマン運転設備を追設している。塗装は、半和線の103系に合わせた青22号だが、運転台部分は黒く塗られていた。1995年に、雲波84型を置き換えるために、岡山電車区に転属し、宇野線の茶屋町宇野間で使用された。塗装は、地色はそのままだが、 運転台部分の黒い部分がなくなり、カモメが描かれた。その後、宇野線のワンマン火事に1 0 5系と混用されることになり、運賃の車内収受に対応していない、本形式は1 0 5系用のジャンパ連結機を追設し、福塩線、山陽本線、岡山副山間、阿光線で1 0 5系2両と並結の4両編成で、使用され、宇のせは1 0 5、K、に置き換えられた。 2002年には、宇部線、小野田線用として、下関地域鉄道部に転属し、2003年に、最後の営業要求系国電雲蛛42型を置き換えた。その際に塗装は2から4と同様のものに変更された。2002年度に扉位置を移設する改造を受けたため、外観が大きく変わっている。ただし、 車内の吊り革の配置は変わっておらず、元々ドアが設置されていたところに当たる吊り革はやや高い位置に設置されているので、吊り革を見れば、移設前のドアの位置がわかる。また、運賃の車内収受に対応するため、整理券発行機、運賃箱、デジタル式運賃表が取り付けられた。2015年3月にクモハ123から5が、 同年8月に雲葉123から6が、それぞれの王色に塗り替えられ、その際に、運賃表が、液晶画面に乾燥されている。このグループは、ドアの半自動機能を持っていなかったが、近年になって、ドアボタンを設置する改造が行われた。雲葉123から42ミノブ線の、富西富士宮間と梶川沢口交付間の区間輸送用として、 国鉄時代の1987年1月に40番台5両が導入された。改造主車は、飯田線で使用されていた、郵便荷物合わせ作り車の雲湯に147型である。運転台直後に、片回避を設けたに、扉車で、外観、車内とも雲波123から1に準じているが、側面窓が、やや大きくなり、戸袋窓が廃止された。また、 ドアブの張り出しが前くらい側にあった。改造当初は雲葉123から45と珍しい並びの車両番号も存在した。1989年に集約分散式冷房装置を搭載して5040番台に改版された。 翌1990年のワンマン化改造に際しては5045のみ全面に貫通扉が設置され、5145に再開版された。2006年9月に5041、翌2007年1月に5044.5145が廃車。同年3月のダイヤ改正後、5月に5043、6月に5042が廃車され、 本番台は区分消滅となった。雲葉123から 601.602JR 東海により、1988年3月に、経営者の雲谷145から601.602から改造された。同時期登場の愛知環状鉄道100型に類似した、両端部と中央部に扉を設けた3、扉構造となっており、 主車の前面にあった貫通扉は2両連結した時に、ホロで貫通路が構成できるように改造された。改造当初は非冷房であったが、1988年12月に集約分散式冷房装置が搭載された。冷房電源は既存の電動発電機からの供給とされたため、改版はされていない。1990年にワンマン運転設備が、 設置された。2007年5月に601、同年6月に602が廃車され、区分消滅している。123系の投入は1986年の中央本線辰野駅潮尻駅間が最初となり、国鉄最末期の1987年には、見延線、壁線、半和線、羽衣線にも投入された。 1987年の国鉄分割民営化では、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本の各社に継承された。JR 東日本には、雲葉123から1の1両が継承された。終日立野潮尻館で運行され、朝晩には、松本車両センターの入出庫を兼ねて、立野松本館にも1往復運行された。 同社の検査時や多客機には、長野総合車両センター所属の115系が、代走した。2012年12月15日16日には、塩尻立の岡や緑子塩尻と、その逆回りで運行された、臨時列車が運転され、通常入線のない緑子経由の運転が実施された。2013年3月9日にも、同じ経路で、 ありがとう 123K グルッと宇都号、ありがとう 123K グルッド塩礼号として運転された。3月の運行は乗車整理検制で、地元の乗客を対象にしての設定となり、JR 東日本長野市社などのホームページでは公開されず、塩尻市、辰野町での未情報が発信された。2013年3月16日ダイヤ改正で、 1> e 1 2 7系に代替されることになり、最終運行日となった同年3月15日は、最終列車の発車に合わせ、小野駅で、セレモニーが実施された。また、同日は混雑対応のため車掌乗務が行われ、通常表示されない、塩尻港のサボも表示された。定期運行最終列車となった塩尻始発の、下がり松本業では、 潮尻駅の電光掲示板で123ミニエコーラストランと表示された。同社は松本到着後定期運用が終了し、23時3分に松本を発車して長野総合車両センターへ改装された。その後、同年4月15日付で除籍され、JR 東日本の123系は消滅した。雲葉 123-5041JR 東海には、 40番台の5両が継承された。1988年3月には600番台2両が投入されており、身延専用として、静岡車両区に7両が在籍していた。いずれも101系の改造車である145系、147系を再改造したものであった。当初は白地に赤帯と前面に、富士山と身延の,の頭文字。 M を図案化した模様の塗装であったが、後に JR 東海に承継された119系や、ギハ40系と、同じく白地に、オレンジと緑の帯の塗装に変更された。4 0 6 0零番台とも2001年に、全面に、電気連結機が装備され、主電動機は、MT46 型から MT54 型に、換装された。 2007年3月18日ダイヤ改正で全車が 313K に置き換えられて運用離脱し全車が廃車された。雲葉123から 4JR 西日本には雲葉123から2から6の5両が継承された。壁線に投入された2から4は1991年に宇部線、小野田線へ転用された。 半和線、羽衣支線の5.6は1995年には、宇野線へ転用され、2001年に、宇野線から、福円線へ転用されたが、2002年には、宇部線、小野田線用として貸し出され、2003年に、同線へ転属した。2013年から、キハ120系機動車とほぼ、同一構造のトイレが設置され、2014年に、全車両の取り付けが完了した。 2010年5月17日から始まった本系列の都職変更は2015年8月17日の雲葉123から6出場で終了した。主な運用は小野田線や宇部線での単独運用だがラッシュ時は105系に並結されて宇部線や宇部線の山陽本線直通列車、宇部下野関間などで運用されている。ありがとうございます。